歌川国吉、日本百姓殿より八綱田の創造図八綱田は、日本書紀等に伝わる古代日本の皇族、豊吉入彦の命の子で、噛みつけの君の演奏。日本書紀では、八綱田、山戸日向岳彦、彦八綱田、た文献では、八孔太命等とも表記される。日本書紀には、噛みつけの君演奏とあるのみで、系譜の記載はないが、新先生資料によると、 豊木入彦の命の子であるという。また彦京島王の父とされる。日本初期、追人天皇五年十月上によると、八綱田は、京歩飛行王の反乱の際に将軍に任じられ、京歩飛行王の気づいた稲城の攻撃を命じられた。八綱田は、稲城に火をかけて焼き払い、京歩飛行王を自殺に追い込んだ。この功により、山和日向武ひむき。 彦八綱田の号が授けられたという。新先生史録では、次の氏族が光栄として記載されている。日本初期、スジン天皇団には、豊木入彦の命が、上付の君、下付の君の祖であり、三輪山に登って、東に向かいありや刀を振り回す夢を見たと、記されている。三輪山の位置する、大和国城上郡には、 式内大社として神座日光神社が記載されていることから、山と日向立日向の名は、山と王権の東国経営に従った、上付の氏の任務を象徴するものと解されている。彦京島王の父とされるが、皇諸別王の活動年代を考えると、実際には八つ大の地と彦京島王が同一人物であったと見られる。ありがとうございます。